北総風雲伝は、滝口林による日本の漫画、プリンセスゴールドにて2000年5月号より2008年5月号まで連載された。単行本は、プリンセスコミックスより、全16巻。原作は、新代に石玉婚によって書かれた、武教小説、三キャンゴギで、北総を舞台としている。ストーリーやキャラクター設定は、中国大陸の人気ドラマ、 少年法聖典の影響を強く受けている。歴史漫画としての色合いも相当強いが、少女漫画ということで、登場人物の年齢が引き下げられていたり、髭を生やしていないデザインで描かれている。また、本来ならば、包み、章、天、明のように、聖意味なで呼び合うことはなく、聖字、聖感触名で呼ぶことになるが、日本人には、 馴染みが薄いことと、分かりにくいとの判断によって避けられた。小説家の田中義識が、本作の推薦をたびたび記しており、中古文庫版、13妹の解説文、本作コミックス10巻の帯などがある。庶民からも慕われ、公明正大であることから、包み聖典とも呼ばれる包みスクワ開封封印を、務める。 天明らら武術に優れた強格が包み章の手足となって悪をなす者は皇族であろうとも裁いてゆく。やがて皇帝の暗殺未遂事件が起き、その救命に動いたことから包み章も命を狙われる。皇主の毒殺、皇帝と皇后の不仲、皇后の毒殺、皇帝の暗殺未遂、帝月化を高級に望む皇帝と娘の長期の座を守るべく対立する。 法大師といった事件が起き、低月化がいよいよ高級へ入ろうとした時に、低月化は、常用王の手先の人物に誘拐されてしまう。常用王は皇帝への無本を引き起こす。秋田書店、プリンセスコミックスより、全16巻。2001年2月10日 IS から、ISBN4-253190812。 2001年6月10日 ISBN4 から2531908202001年12月15日 ISBN4 から2531908392002年6月25日 ISBN4 から2531908472002年,25 25年12月15日 ISBN4 から2531908552003年6月10日 ISBN4 から2531908632004年1月10日 ISBN4 から253から 19091X2004 年5月30日 ISBN4 から2531909282004年12月20日 ISBN4 から253193846 2005年6月15日 ISBN4 から2531938542005年10月15日 ISBN4 から2531938622006年4月15日 ISBN4 から2531938702006年12月15日 ISBN4 から253193889 2007年7月15日、ISBN4 から253193897。2008年1月15日、ISBN4 から253193900。2008年7月15日、ISBN4 から253193943。ありがとうございます。